さんの家具を組み立てたので、今からそちらを紹介しながらルームツアーをしていきたいと思います。じゃーん。リビングルームです。枝がお気に入りです。シェフレラレナータっていう植物らしいです。はい。そしてこの机、この机がもう一つの組の机があるんですけど、それはベッドの横に置いてあります。色も可愛いです。そしてラグもロイヤさんのラグです。ちょっとヴィンテージ的な。そしてこれソファー、レザーのソファーなんですけど、3人は座れる大きいソファーです。これは私物のクッション。これも私物のクッション。これは用意していただきました。めちゃくちゃいい。こちらの棚もロイヤさんの棚です。これがこうやってスライドで閉められて、中にこう物がいっぱい入れられるようになっています。あります。このチックコリアの後ろにはこう上下段に分かれる、上下段に分けられるのがすごい便利です。ありがたい。香水とか置いてみたり、お気に入りの写真集とか置いてみたり、あとまあこれすごい私物のカセットラック、ずっと探してて買いました。まだそんなにカセット持ってないんですけど、これから埋めていけたらいいなと思っています。でこれはパロサントです。なんかこれが、これはまあいつも使ってるカメラとカセットプレイヤーで、このパロサントこういう感じでクリップで止めて、クリップで止めてここに火つけるんですけど、そうやって使ってます。最近英語を勉強してて、英語のテキスト、デュオっていう中学の時に使ってたのと同じテキストなんですけど、そう
リ大学で買いました。恥ずかしいから遠目で、はい、めっちゃ勉強してます。まあ、これが頭に入っているかどうかはちょっと別として、これはフォトブックじゃないんですけど、フューチュラっていうアーティストの作品集で、すごい好き。最後これが私が一番好きなフォトグラファー写真家、一番好きな写真家のウィリアム・エグルストンっていう方の写真集です。なんかいっぱい彼はいっぱい写真集を出してるんですけど、でいくつか持ってるんですけど、これが一番好きですね。ニューカラーの写真が好きです。はい、そんな感じです。最近ちょっとレコードでジャズを聴いていて集めています。こんな感じです。でこれは去年の誕生日にいただいたギターで練習しています。これはいつも使ってるプレイヤーです。Bluetooth が対応してるのでありがたい、はい、そしてこれがサングラスラックです。これすごい便利です。そしてこれがテレビ台超対策、これ2人で組み立てるようなんですけど、頑張って1人で組み立てました。ここにこう、あ、ここも収納ができて、ここにもまあ本とか入れられるようになっています。この木が同じ木調で自分の写真を飾ったりしてみました。そしてベッドルーム、こんな感じ。このベッドはスノコみたいな感じで、低いのが可愛いですよね。上から突っ張れるからまっすぐ置けていい感じ。でこれがさっきのローテーブルの相棒セットのローテーブルです。これもボールハンガーも上から下まで突っ張り棒みたいになっているので、たくさん物がかけられて便利。帽子とかカバンをかけてみました。ベッドはこんな感じ、ベッドルームはこんな感じです。あ、そこのライトもめちゃくちゃ可愛くて、大家さんのこの
回してつけたり消したりできるタイプで、可愛くてお気に入りです。でこれがハンガーラックになってます。ちょっとここにシャツとかシャツかけてみたり、リュックとかもかけて、リュックとかかけて、ここに台がついてるので服もこう畳んだものもたくさん置けるのが簡単でした。組み立てるの。こっちからの景色。